お世話になります一人でございます。8種類のピカチュウのうち1種類すでにちゃんと公式に公開されているんですが、もう1種類どうやらですね、公式サイトでは日付とか書いてないんですが、ツイッターで話題になっていましたね。もうすでに入手できるとのことです。今回はその情報を共有させていただきたいと思います。はい、やり方については同じ通りですね。不思議な贈り物から不思議な贈り物を受け取るで、シリアルコードで受け取るですね。これで普通に入力していくだけです。で、今回もらえるのは君に決めたキャップみたいなやつがもらえるらしいので、その通りですね。 1CH00SEY0U ということで I choose you っていうことかな。だから君に決めたっていうことですね。もうこれだったらそういう情報を見なくても予想できちゃうんじゃねって思っちゃいますけどね。まあいいですよ、とりあえず OK。 はい、贈り物探していますってなって、はい、君に決めたキャップのピカチュウできちゃったよ。本当にいいんかいこれ。やっていきましょう。はい、ピカンと光ってからストーンと落ちてきて、それで中身から出てきたのがピカチュウですね。君に決めたキャップって言われても私よくわかんないですけど、あれちゃんとゲットできました。マジかよ。あ、いましたね。わ、防御ダメかもかよ、マジかよ。でも最高もあるし、まあ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 、やっぱ個体値は別なんだ、みんなそれぞれ。内容見てみましょうか。またモンスターボールのピカチュウですね。で、オスでございまして、オヤサトシでございます。これは一緒ですね。それ特性静電気でございまして、ここも一緒と。で、10万ボルト電光石火、アイアンテール、エレキネット、これも全く一緒ですね。やっぱそっか、中身はそっか、頑張り屋な性格でございまして、あれこれも一緒ですよね多分。で、2021年2月23日、これは私めっちゃずれてますけど、でポケモン番組でまた出会ったってことになっちゃうんだ。すごいよなこの表示、意味わからんよな。でもめちゃめちゃレアなことは確かですね。はい、クラシックリボンついてて、これ全く一緒ですね。ポケモンが大好きなことを証明する記念リボン、ポケモン好きのピカチュウっていう感じでございますと。で、一応比較してみますか。君に決めたキャップこれですよ。で、私がすでにゲットしていたのはこいつで、一番初期のキャップのピカチュウですかね、こっちは。はい、ということで2020年9月30日現在では、このオリジナルキャップのピカチュウと君に決めたキャップのピカチュウが手に入るとのことです。で、公式サイトを見てみると、今後ね、配布されるピカチュウの日付とかちゃんと書いてありましたね。まあ本当に順次公開っていう感じですね。まあ、こんなたくさんピカチュウいても本当しょうがないんですけどね。まあいいでしょう。